石を隠したシーター撃ってみろ、石は戻らないぞ。ちょっと待って、声が違いすぎる。ナノのスクイーズ劇場。はい、皆さんこんにちは。ナノ番組のナノと。はい、皆さんこんにちは。ブリッコ先生ほのぼのです。それがいいね。今回はですね、人形劇やっていきましょう。ということでね、スクイーズを紹介しつつ人形劇をやっていきます。はい、ちなみに人形じゃなくてスクイーズ劇。そうです、スクイーズ劇。それではね、まず登場人物を端から紹介していきます。で、今回ですね、双子のね、スクイーズを買いました。今回あの、カレカのおなしで双子のね、スクイーズ、はい、で、これからいきましょう。マーメイクランプ、ソーディーキーランプ、不自由な。これ、色がかわいい。すごいこれ、かわいいね。私たち、マーメイド1体1224円になります。よろしくね。光で当たって見えないよ。漏れてます。漏れちゃうよ、私たち。私の方が目が可愛いからもっともらえると思うんだけど。私の方が漏れてると思う。いや、私の方が色的に女子っぽいから漏れてるよ。こんな感じですね。漏れてる漏れてる兄弟になります。漏れ漏れ兄弟になります。よろしくお願いします。モテモテみたいな。漏れ漏れ兄弟ですね。はい、はい、続いてはですね、うわ、すごい、これブドウの匂いする。もう何もしない。じゃあせーのせー出てきましょうか。そうです、せーの。待って、ちょっと匂いがすごいの。こっちめっちゃブドウの匂いするの。でもこっち、じゃあせーのせーの。こっち待って、チャレンジを開封した時の匂い。あ、それではせーのせーでどちらにするか。あ、もう私こっちだね。え、ダメ。はい、じゃんけん、はい、はい、はい、あ、勝ちました。やーやーでー。はい、しかもこんな低反発、すごいこれ。ぜひ元なんです。無事でいいよ、無事でいい。ありがとう。ここの部屋に置くから私はいっぱい嗅いじゃうもんな、おいにも。でも今は私のものだよ。結構前にさ、あれ紹介したじゃん。はい、お値段いきましょう。僕たち、私たちは920円です。どうぞ。ハモリがすごい私たち、ハモハモシスターズです。どうすかね。いや、ハモってないね。バイバイ。終わりです。それでは次いきます。せーの。かわいいこの子。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹。すっごいかわいいこれ。羊が、え、この子主役にしたい。私は主役です。目が大きくてかわいいでしょ。ほっぺがね、見て見て、ブリー、変顔もできちゃうの私。ブヨー、変顔上手でしょ。今ね、口んところクツってやったんですよ。めっちゃに似てないこれ。ヘヘでしょ。あ、はい、はい、あのヒフリーさんのね、ヘヘに似てます。これでしょ。これそう、これ似てない。めっちゃ似てるやん。これめっちゃ似てる、めっちゃ似てる。そっくりさん、そっくりさん。タタンタンタランタンタタ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 タ。そんな僕のお値段知りたい？僕ね、1000円しないの。932円なの。こんにちは。わほーい。はい、それでは次僕行くよ。あ、僕かな。僕だね、色的に。僕の名前は、しずくマスコットっていうよ。617円、コモンマイ。続いては、でですね、今回、すごいこれ。人形劇にぴったりでございます、こちらの子。多分これは使い方としては、人形の子の中にこう入ってるよーっていうのを言うと、あ、取れちゃったみたいな、あー仮面がーみたいな。そういう使い方していきます。そしてこちらの気になるお値段は、こちら隣なんですけれども、1014円でございます。1014円です。はい、それでは次、僕パンダくんが行くよ。僕は人形劇にぴったり、後ろに穴が開いていて、指を刺して、こんにちは、こんにちは、パンダ。え、すごい。指刺しちゃうのこれ。え、これ絶対さ、ペンにつけなかったんだよこれ。ずっちずっちずっち。アイハバペン折れたやつ、線をこう刺して、かけるよこれ、ほらだって。いやいやいや、重たすぎでしょ。僕、804円。もしよかったら買ってね。では次、僕の親友、ウソちゃん、よろしくね。今回私ラピュタ大好きなんですよ。今回私が好きなシーンをやります。すごい面白いです、今日の劇は。本当にこちらのウタタンの気になるお値段は769円でございます。バルス。ちょっと今気づいたんだけど、これさ、待って、
もう手こんななってるよ。見てこれ、手こんななって、足短っ。え、待って、これこれ、ちょっと待って、足短っ。やっぱこれ絶対ピョンピョン跳ねらんないっしょ、これ。僕ね、足があれドラえもん。よろしくお願いします。それではカメラチェンジ。テク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 。石を隠した。シーター撃ってみろ。石は戻らないぞ。罵倒受けちゃダメ。この人は私たちを殺すつもりよ。小僧、娘の命と引き換えだ。石のありかを言え。それでもその大砲で私と勝負するかね。シータと二人きりで話がしたい。来ちゃダメ。石を捨てて逃げて。3分間待ってやる。バズー。ペン、カチャン、ブーブーブー。シータ、落ち着いてよく聞くんだ。あの言葉を教えて。僕も一緒に言え。僕の左手に手を乗せて。おばさんたちの縄は切ったよ。時間だ。答えを聞こう。ん？バルシュ。